ハッピードベちゃんテレビ。すごいお腹のおっさんです。本日のお昼ご飯、マクドナルド。家族と一緒に食べるので紹介するだけです。腹が減った。スパイシーチキンマックナゲット、黒胡椒ガーリック200円、いただきます。レッツイート。粗挽きブラックペッパーとガーリックの旨味で、後引く美味しさがたまらない、外はカリッと中はジューシーなチキンマックナゲットです。さらにホワイトペッパーと唐辛子などの香辛料がチキンの旨味を一層引き立てています。ペッパーのピリッとした辛さが大人も楽しめる美味しさです。いつものソースで楽しむもよし、期間限定のソースをつけてアレンジするもよし、お好みの味わいでお楽しみください。ニンニク醤油マヨソースとマスタードソースを選びました。炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ490円。マックの福袋に入っていた無料クーポンを使用しました。ベーコンレタスバーガー360円。マックの福袋に入っていた無料クーポンを使用しました。フィレオフィッシュバーガーセットにしました。カナディアンメープルカスタードパイ150円。ポテトの輸入遅延により、1月9日から1ヶ月程度をめどに、セットメニューを含めマックフライポテトの販売を S サイズのみとさせていただきます。ゴディバ監修、カカオの重厚な香りとコクが溶け出すチョコレートドリンク、ゴディバホットチョコレートが1月19日水曜日から期間限定で新登場。贅沢な味わいと温かさが冬にぴったりのホットチョコレートが新登場です。ゴディバ監修のドリンクは見た目も華やかで心躍る美味しさ、濃厚でとろけるようなチョコレート体験をぜひお楽しみください。家族用なので、すごいお腹のおっさんは飲めません。悲しみ。ご視聴くださりありがとうございました。サンクユーフォーウォッチング、チャンネル登録よろしくお願いいたします。プリーズサブスクライブトゥーマイチャンネル。